漢字号1000、タッチヌンデロっていうのを火曜日の有料版でやってきました。10個ずつやってきて、今500個に達しました。タッチヌンデロっていうのは手当たり次第っていう意味なんですね。だからあまりこの分野、あるいはレベルに偏って何かを集中的にやろうっていうんじゃなくて、とにかく手当たり次第にやっていこうとして初めて500に来ました。で、目標は1000なんです。で、1000までやり続けますが、 一旦500で切って、えそれをスマカン化しました。登録してくだされば、毎朝6時に10個ずつ、えだから50日間ですよね、えー、皆さんのお手元に届けます。同じものです。だから有料版ですでに見ている方にとってはもう不要かもしれません。ただ毎朝届くっていうのと一気にやるっていうメリットがあるかもしれませんが、無料版の方、またニレマガを取っていない方もこれにお申し込みくださると。 えー、とにかく500個分の漢字語が、まあ、スライドショーで、ね、どんどん流れてきて、えー、そしてちょっとしたポイントのコメントをしてたりしますので、えー、一緒に動画を見ながら500個を学んでください漢字語っていうのはねしょっちゅう忘れるんですどっちの絵だったかなこのパッチマはどっちだったかなとかそれから激音だったか低音だったかもう迷うんですよね これはね、繰り返しやるしかないんです。特効薬のようなものはありませんのでえ、繰り返し地道にやってください。そして中級から上はね、もう漢字語の世界、漢字語をしっかり覚えている人が、読解力も聞き取り力もついてくるんですね。漢字語を知らないのに聞き取りができるってことはありえない。 音読も大事、文法も大事、でも漢字語をしっかり知ってるっていうことが、トピックの5、6級の読解、作文、そして聞き取りの決め手になりますので、皆さん、漢字語、しっかりと地道に力を蓄えていってください。そしてね、音付き単語帳を頭の中に持つこと。漢字語はね、発音変化の宝庫なんですよ。 もういろんな発音の変化がいっぱい出てきますのでそれを、えー、理解してかつ発音しながら覚えていくそうすると聞き取りに強くなります皆さん漢字語「半ゃをタッチぬんだよ」一緒にやっていきませんか